やってまいりました天国と地獄、今回何かと言いますと、スニーカー対談となっております。男性のステータスはというと、時計、車、家などいろいろありますが、スニーカーはその中の一つになっていると思います。今日はそのスニーカーが大好きなアーティストの方にいらしていただいております。ではこちらへ。ワール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  Yes, yo, 調子はどうだい渋谷丸山超ハーツハーレムスタープレゼンツこれが天国と地獄 Heaven or Hell俺が DDD カロリー中に ATO バスドンジミスターデッキFucking hell, no question. It's the world famous. M-O-P. Fire and squad. It's old team in the motherfucking hell, no question. It's the world's famous. ではご紹介します。毎週火曜日、レッドゾーンでおなじみの DJ コヤさんです。どうも。こんにちは。サワリさんです。どれぐらいですか今所有数、まあ、ざっと200ぐらいかな。パッと思い浮かぶ、まあ、1個ずつは数えてないけど、ちなみにサワリさんは多分今同じぐらい200ぐらい。それってちなみにどうやって保存されてたりとかします？結構だって箱とかかさばるじゃないですか、まあ俺でも箱にちゃんと入れて、とりあえずそういう感じ。こう重ねて重ねて、俺も最近段ボールに詰めて、段ボールがあのでっかい段ボールに詰め て, 詰めてそれが積み上がってる感じです。で1軍だけ外に出てる。あでも分かるっすね、1軍は必ず玄関の近くに置いてあるっていう、それでなんですけど、今日はいろいろとお持ちしていただいたものが多分あると思うんですけど、思い入れのあるんですけど、スニーカーを多分3足ずつ持ってきていただいたんですけど、はい、じゃあ、小屋さんからスニーカーを持ってきていただいたスニーカーの方を紹介していただければと思います。SB、これ昔のこれ、いきなりのビッグチューンだ。やばいっすね、これビッグチューンっすね。ファッキンポーズス。これは出た時みんな、とりあえずはチェックしたよね。シューティングダンク3色出たっすよね、赤、オレンジ、持ってますよ。あ、全部持ってますよ。今日、巨人カラーそういうのもちょっと別のオレンジやばいっすね、まあ、ちょっと関係ないけど、個人的なの、持ってきました。いやでもこれはでも多分このダンクとコラボレーションって多分初っすよね。そうだね、シュープのやつ、この後一回ブリザーとかで一回まだ話題呼んだんですけど、ここまでじゃなかったっすね。あ、いいっすね、このシュープのこの金のこのこれとかやべえって思ってたっすね。ちなみに自分もこれ持ってる。これ持ってるでしょ。赤水色持ってるっすね。あとローマ、あ、ローマあったっすね。ロー爆発的だったっすね。爆発的だったあれ一番最初のタイプでしたね。あ、サファリさんロー履いてるの見ちゃうことあるような気がしたんですけど、持ってる持ってるっすよね。でも多分この頃ぐらいから SB 結構、そうだね。この頃の SB って全部めちゃめちゃかっこよかったっすよね。かっこよかったね。バックしかり、ハイネックだったりとか、ブームあったよね。ブームあったっすね。ティファニーぐらいを機になんかちょっとだんだん大衆化していったというか、そういう感はあるっすね。1足目シュープリームダンクです。そしてあの高野君のいきなりのビッグなものの後に定番でしかもちょっと汚いから、あえてこれを着たね、エアフォースワン白ホワイトホース
誰もが。As I sit back, relax, steam a blunt, sip a Vex. Think about the sexy singers. しかもこれはまだあの今だと放送で日本で普通に抽選で買えるけど、うんうん、これはまだ日本であの正規発売してない頃のフォースワン。そうっすよね。90何年とかのキャスですもんね。しかも総主が刺繍っていうのがちょっとポイントなんです。そうなんですよ、刺繍。本当だ、見たことないですよね。でさらに革も今のと素材が違う。まあ、そうだよね。この頃は多分この頃はあれですよね、なんかニューヨーク行ったらフォースワン買ってくるみたいなのはもう絶対だったよね。もう絶対だったね。買い付けで置いてあるとこはあったけど、うん、全然もうすごい高いんですよね、うん、なんかね、そうだね。そう、もう自分まだこの頃超ヘッズだったんで、うん、本当にこれを手に入れるために、うん、もうどうすればいいんだろうみたいな、うん、超悩んでたんですよ、うん、だけどやっぱりこう自分地元は静岡で、ね、静岡からこうお金握りしめてくるんですけど、うん、ここにもやっぱ出ないんですよ、ね、なかなか逆になかったよね。もう今となったらもう本当にド定番という感じなんですけど、うん、この頃はもう一番の憧れというか、うん、これ履いてるやつ超かっこいい、うん、気持ちが。あ、本当だ。スボッシュのみですね。これは超レアだな、うん、グローアラウンド4階にあるところですね。あの前の前の時です。そう、前の前の時、あの時来てたっすね。やばい、はい、定番、ド定番かな。ド定番の一番ヤバかったのはエアフォースワンです。すごい、またすごいの、またすごいのが、パンジンじゃ買えないレベルのジョーダン4レアエアですよね。レアエアですね。これ完全にアメリカで入ったら囲まれる、囲まれる。4ってこれ初めずっと思ってたんですけど、結構シューレース悩みませんか、悩むね、ここのライン。いくはずすなかった。いや、俺もね、でもこのタイプ全部詰めたい、全然詰めたいですか、うん、あーでもなんかここが詰まってるのかな、それともここバランスよくした方がいいのかなみたいな。難しいよね。難しいところですよね、うん、でイナイト4ってこうシューレース長いから。そうなんだよな、これ全部詰めてちょうどいいぐらいだからね。そうですね、うん、これやばいっす。これでもこれ確かあのセカンドカラーもあるっすよね、あの白赤のマーズカラー。あるね、あるね、あるね。でもこっちの方がレアですよ ね、 ね、うん、結構白、あの白赤の方は結構普通のなんかちょっといろいろ探すと出てくる、うん、まあでも値段ついてるね。値段ついてますね、うん、あ、これこれ何のモデルとかなんですか。レアエアなんか、レアエアってとりあえずでも全部出てるよ、うん、1はねえけど。あ、そう、あ、そうだよね、そうね。あ、5とかもありますよね。あの、オレンジ、茶色みたいな、変な色だよね、必ず、ね、ちょっと変わってる。そうですよね、変わったカラーリングで、うん、やっぱ定番の、あの、マーズカラーみたいなのが初めに注目されたり、うん、でも4はあれでしょ、あの黄色もレアでしょ。あ、まあ、黄色のやつ、そのラインだね、こういうの。あ、で今で言えばあのビンシリーズみたいな感じことになるんだろうね。そうですね。逆にこういう感じだったら今もいいんだけど、ちょっとビンシリーズとかさっきの話じゃないけどちょっと気にはなるよね。ですよ、違う意味で。はい、うん、そうっすよね、うん、この頃のレアエアとか好きです。でもやっぱこれはもう絶対的に手に入れたいものだったんですもんね。あの黄色の、うん、黄色もそうだね。はい、見てください。ジョーダン4レアエア。超かっこいいです。ご飯3杯です。そしてまた、あのビッグなものの後に。うわ、でもこれいいな、俺。これいいね。やばいっすね。うん、これやばいっすよ。これ持ってたんだ。当時普通にじゃないけど、これも多分あれさ、当時本当あのフットロッカーが渋谷にあった頃ですね、うんうん、
ったね、パルコの前。パルコの、そう96、6年とか、あ、97年ぐらいでしたっけ。あれいつだ、でもジョーダンとこれ買ったよ、そこで。うん、ね、買ったよね、エアマックスとか。こんなんあったっけ。ありました、ありました。これも空張りで何色か出てて。そうですね、これいいよ、今欲しいよね、これでもこれ安いんすよ。嘘、出てんの。コンディション良くて。嘘、安いの出てるんですよ。それしさまに今度欲しい。面白いですね。今欲しいですよ、俺。これあれ、あれなんですよ、結構他のなんかいろんなカラーリングとか、このカラーリングが結構出ちゃったパターンだから、だから本当はもっと値が上がって張ってたタイプなんですけど、まだウータンカラーでしょ。そうですよ、これは今、今欲しいな。いいですね、ニューヨークの刺繍とか。そうなんだよね、今だと絶対ないですもんね、このニューヨーク、うん、ニューヨーク限定だよ、これ。でも、こあれですね、こんくらいからですよね、そうだね、刺繍、うん、熱くなってきた、うん、なんかイメージで、あれだったんですよね、初めそのダンクって、あの大学のバスケットボールチームカラーで、そうだね、で、これミシガンのやつで出してたっすよね。なんかオレゴンがグレー、オレンジとか、ノースカロライナの白、そうそう、水色とかで、そのなんかチームの選手がみんな履いてたみたいなカラーリングだったんですね、うん、当時の、あの84年とか、うん、でもね、これ出た頃ってなんかね、ダンクはスケーターが履くものみたいなのあったよね。あ、そうなんですか。なんかそれ、別になんか決まりはなかったけど、うん、なんとなくそういうのがあって、うん、わかるわ。だからなんか B ボーイかジョーダンか、レアホースか、フォースワンかみたいな。へぇ、そう、多分僕その頃マックスヘッズだったってありますけど、なんだけど、うん、NYC はちょっと外せないみたいな。そうなんですね、やばいな。あったね、それ現場の声だね、モロに。現場の声ですね、うん、超リアルな。しかも多分これ今紐ちゃんとしてるけど、多分当時とかは本当下手したら紐に3、あの飛ばし飛ばし、あーで結構生えたじゃん、向こうの無人島が適当に、ね、適当に、ね、やってたね、うん、やってたっすよね、もうなんかこう、もう何個か飛ばして、そう、何個か飛ばしてしてねんじゃねえかぐらいのやり方でしたよね。紐もこうなんかぐるぐるっとシュッたらタイプですよね、うん、結構最近の若い子とかもそれ真似して入ったりとかするんですけど、あれは足に悪いからやめた方がいい。そうなんですか。そうなんだ。 でもやっぱりこういう風なちゃんといい、この僕的にこのシューレースのこの上同士下抜きみたいな、うん、これやっぱ超マストなんだ、うん、すごくナイキに言いたいのが、買った時の状態ってさ、なんかあれ適当なの、うん、うん、そうだね、うん、そうですよね。ここすごい変な細かい話なんですよ、すいません。長さとかもバラバラですよね、バラバラ。なんでみたいな。あそこちゃんとやってほしいな、うん、やってほしい、はい、あ